みなさん、こんにちは。私はジェンです。私たちは日本語のビデオを作っています。で、日本語を学びたいなら、私たちはあなたを支援します。じゃあ、今日は日本語を教えます。しかし、最初に私たちのチャンネルを登録してください。それでは、始めましょう。田中さん、歯が痛いです。どの歯ですか？上の歯が痛いです。指は眠れなかったです。かわいそうに、医者へ行った方がいいですね。すぐに行きたいです。でも、どこの医者がいいか？いい医者を教えてあげましょう。お願いします。歯を抜きたいです。保険証はあるの？はい、あります。そんなに高くないから、駅前の歯医者へ行くといいよ。予約しないで大丈夫ですか？友達だから大丈夫です。今、医者に電話します。ありがとうございます。すぐに行きます。ジェンさん、顔色が良くないですね。どうしたの？頭が痛いです。熱はあるの？はい、あります。多分、それは風邪です。薬はあるの？いいえ、ありません。それじゃあ、薬を買いましょう。薬局は遠いですか？近いよ。でも、一緒に行ってあげますよ。ありがとうございます。薬を飲んで、水をたくさん飲むといいよ。はい、そうします。ご飯を食べていっぱい寝なさいね。はい、わかりました。すみません、お腹が痛いです。そうですか。どんな具合なの？少しギリしてます。トイレは何回行ったの？指は3回行きました。それは良くないですね。医者に行きましょうか。はい、病院へ行きたいです。電話して予約しておきますね。本当にありがとうございます。ジェンさんの誕生日はいつですか？4月4日です。妹さんは？妹は1月3日です。弟さんは？弟は2月8日です。お兄さんは？兄は10月10日です。お姉さんは？
姉は8月6日です。お父さんは？父は3月5日です。お母さんは？母は6月2日です。おじいさんは？祖父は11月1日です。おばあさんは？祖母は5月7日です。ジェンさんは何歳ですか？27歳です。妹さんは？妹は20歳です。弟さんは何歳ですか？弟は15歳です。猫は飼っていますか？はい、3匹います。茶色が2匹、白が1匹です。犬もいますか？はい、6匹います。本を持っていますか？はい、2冊持っています。鉛筆は何本持ってますか？ここに2本、そこに3本あります。家には8本あります。ジェンさん、リンゴを10個買ってきてください。はい、10個ですね。バナナも4本お願いします。はい、大きいのを3本と小さいのを1本ですね。次は本屋さんへ行きましょう。何を買いますか？ノート5冊とコピー用紙100枚です。田中さん、駐車場は車がいっぱいです。車が20台ぐらいありますね。1台だけ空いてますよ。よかった、そこに駐車しよう。ジェンさんの家はどんな家ですか？1戸建てで2階もあります。お部屋はいくつあるの？全部で4部屋あります。全部洋室です。ジェンさんの部屋には何がありますか？ベッド、机、椅子があります。エアコンもあります。リビングには何がありますか？ソファー、テレビ、それとテーブルがあります。テーブルの上には何が置いてありますか？はい、いつも花を飾っています。台所には何がありますか？冷蔵庫、電子レンジ、食器棚があります。こんにちは、ジェンさん、東京電力です。ちょっとお待ちください。今月はいくらですか？
今月の電気料金は3500円です。わかりました。4000円でお釣りをお願いします。お釣りは500円です。ありがとうございました。ありがとうございました。電気料金は銀行引き落としできますよ。どうすればいいですか？銀行に行って口座引き落としの申請すれば簡単ですよ。そうですか。来週銀行へ行きます。そうしてください。その方が便利ですよ。ありがとうございました。